Kindle で朝日新聞が Amazon から買えるようになったということなので、入れてみました。朝日新聞といっても、当然ながら英語版になります。朝日新聞ということで、こんな感じでですね、朝日新聞が英文ですけれども読むことができます。記事の内容がですね、ニュース&フィーチャーズが3個ということで、あんまり多くないんですけど、これは今日日本が、あれですかね、休館日だったせいもあるかもしれないです。Kindle ストアで買えるやつは、月間で9ドル99セントだったかな。そんなに高くないですね。日本のニュースペーパーは今までは毎日新聞だけだったんですけれども、ここで見ていくと、ジャパンというところで2つ見れるようになってまして、朝日新聞と毎日デイリーニュースの2つが今見えるようになってます。朝日新聞は月間で9ドル99セントということですね。14日間は無料で試せます。